加藤学園、赤月州初等学校は、静岡県沼津市大岡自由が丘にある私立小学校。1972年に日本初のオープンプランスクールとして開校している。また1992年にはクラスを新設し、やはり日本初となる英語イマージョンプログラムの導入をしている。交渉は、ブルドッグの顔。一つの問題に噛みついたら、 解決するまで話さないという意から、個性と才能を重視し、異文化理解に力を入れている。教師の半数以上が英語圏の外国人である。海外研修やアメリカンスクールとの交流会がある。静岡県内には数少ない制服のある学校の一つ。なお、学校給食はないので、児童は弁当を持参する必要がある。加藤学園、赤月州初等学校は、 1972年に現在地に加藤学園諸島学校として設立された。開校時からオープンプラン教育を導入し、その独特な校舎構造とともに今なお全国から視察者が絶えない。オープンプランスクールは国内に前例がなかったため、教員予定者を開校前の約1年間アメリカ・オレゴン州ポートランド市にあるリッチモンド小学校へ派遣し、 ノウハウの研修を行った。なおこの縁で、両校は姉妹校となっており、現在でもホームステイなどの児童交流が行われている。その後、1992年から英語イマージョンプログラムを導入し、小学校における本格的な英語教育の先駆けとなった。近年、小学校における英語必修化が検討される中、先駆的なカリキュラムが 改めて注目されている。建築上の特徴である段差多様の霊校舎は本館、新館、別館の三棟からなる。なお、本館の設計及びグラフィックデザインは建築家の牧文彦によるものである。可燃に耐震補強工事が施されたが、もともとが低層低重心の建物であり地震発生時の倒壊危険はないとされている。 机配置のアレンジの例、机配置のアレンジの例。これは上画像と同じフロアの別のクラスの様子であるまた、床がカーペット式であるため、椅子ではなく床に座り込んで共同作業をするような光景も日常的に見られる。指定の制服があり、夏服、冬服の別がある。なお夏服、冬服の切り替えは特に日を指定しての一斉切り替えにはしておらず。 羽坂行きはざ回帰は本人の体感や体調で適宜切り替えて良いことになっている。また通学用の靴、ソックスコートにも指定品がある。ちなみに靴は金のコインが入った革靴かクラリーノの合皮の靴と選べる。なお、性暴の制定は開校以来なかったが、猛暑が予想された2010年夏前に急遽用意され、希望者が使用を開始した。日本語を母語としている日本人を 主な対象としているが、帰国子女や外国人子女の受け入れも想定している。卒業生は、系列の加藤学園、暁州中学校、高等学校のバイリンガルコースに進学することができ、国際バカロレア資格の取得が可能である。なお本プログラムは、学校教育法第1条に基づいて、設置されているため、法律上は、日本の通常の小学校と同等に扱われる。 すなわち児童は、日本の法律に基づく、小学生また、小学校卒業者として扱われ、またしかるべく財政措置も講じられるため、極端に、高額な学費負担を要しない。これが、いわゆるインターナショナルスクールと比しての一つの、決定的な長所である。平時は、土曜日も休校である。一年次からほぼ毎日6次元の日課が、組まれているため、 6年間の総授業次元数は、公立小学校の約1.5倍が確保されている。その豊富な授業次元数は、児童に具体操作をさせることにより、自ら発見したり、確実な理解をさせるために振り向けられるのであり、本校においては過度な先取り授業や、いわゆる詰め込み授業は行われていない。音楽、図工、コンピュータは、専科教師が教える。 4年生には、角道や陶芸等の日本文化を学ぶ時間が、毎週火曜日に、5、6年生には、大育系、文化系のクラブが用意され、毎週水曜日に聖火として活動が行われている。児童会は、組織されていない。なお、コース別に、学年10段の、ファミリーが組織され、学校行事の際はこのファミリーを単位に活動する、ことがほとんどである。富士の会の名称で、 組織されている。日常的に PTA という呼び方はされず、富士の会と呼称する。学校講演会は、本校、加藤学園幼稚園、加藤学園、暁集中学校の保護者、賛同者で、加藤学園ジュニアブロック講演会を組織している。学校法人、加藤学園が設置する学校として、以下の各校がある。 列挙の通り幼稚園から高等学校までが揃うが、各校とも最上級校の高等学校を頂点とした付属校形式は取らず、あくまでも加藤学園が設置するそれぞれ独立の学校としている。従って、いわゆるエスカレータ式の進学体制も取っていない。ただし、以前は母体であった高等学校の付属校として、 中学校以下の学校が位置づけられていた時代もあった。とはいえ、同じ学園内ではあるので、施設の教養、教員間の連携や人事交流、園児児童生徒の交流、祭事の共催などは当然行われている。ありがとうございます。